はい、新発の皆様、大きな声でお騒がせしております。日本改革党、靴沢と申します。昨日あたりですね、岸田総理が物価高を 1.2% ほど抑制するばらまきでなどという記者会見を行っておりましたけれども、それに対して世論は 1.2% 消費税下げりゃ解決じゃないか、このようなツッコミが多数入っておりました。わざわざ余計に多めにとってですね、それをばらまきたい、ばらまく先を決定することで、ばらまく額を決定することで権力を振るいたい、さらにはですね、ばらまくための事務手数料無駄にしたい、10万円全員に給付というのもありました。あとですね、マイナポイントとか言ってですね、カードを作るとお金がもらえる、こんな制度もありました。プレミアム商品券なんてこともやっておりましたが、それらの配布に全てパソナが絡んでおります。パソナからよほどおいしい飴がもらえるのか知りませんが、岸田政権はばらまくの大好きですよね。多めにとってばらまいて、そんなことは無駄なんで最初から少なく取ってもらいたい。物価を 1.2% 抑制したいって言うんだったら、消費税を 2% 下げれば済むことであります。さらにはですね、今この日本の実質税負担率、皆さんご存知でしょうか。税金と健康保険税、あと実質税金と呼べる年金を合わせると、今の実質税負担率は 48.1%、 稼ぎの早く半分国に持っていかれております。私が20代だった30年前はこれが 36% 程度でした。30年前は 36%、 それでも所得の3分の1を持っていかれてたわけでありますが、現在は 48.1%、 約半分を税金、実質税金として持っていかれるという世になっております。私が20代だった頃は3分の1だった実質税負担率、今は半分。皆さん、こんなんで若い方に結婚しろ、子供を産め言えるでしょうか。今日本は所得の 48% を税金で持っていかれる超重税国家になっております。これが少子化の原因となっているのは間違いありません。私が20代だった頃の30年前に何とか戻さないと若い人が希望を持てません。結婚もしにくいと思います。景気も良くはなりません。景気が良くならないと賃金が上がりません。ですので、何よりもまず日本がすべきことは減税だと考えております。